おはようございます。本日もスカッと晴れた気持ちのいい青空広がっておりますね。まあでも気温はそんなに高くならないかな、22度ぐらいだったと思います。まあということで本日はもうねポミ君出発いたしまして、わたわたとねお父さんと一緒に病院に行きました。もうねお父さん帰ってきてて、朝の一仕事をして今運動してるんだけど、タムちゃんにねいろいろ特別してますね。おやつあげたりなんだり、今こちらでね一緒に過ごしております。まあ、ということで私はこれからね終わらせておきたいですね、お家のことやらなんやらしてね。2時半かなにねワクチン接種のため出発したいと思っております。ただいま2時34分です。お父さんのお仕事も落ち着きましたのでお家を出ました。これからまず私のワクチン接種に行きまして、その後ねポミ君終わったっていうね連絡もありましたので、ポミ君をお迎えに行ってこようと思います。まあ、ポミ君のことはまた後でちょっと話そうかなと思っておりますがね、とりあえず行ってこようと思います。行ってきます。草加ユニバーシティですね、着きました。今日はね結構人が多いです。並んでましたね。まだ3時なんだけど、私3時半の予約なんだけど、まあ、とりあえず列並ぼうと思います。車戻ってまいりました。今回は30分待機だったんですけれども、前回のね症状を言ったら、でも前回より喉腫れたりするのは少なめで、ちょっとなんていうの、アレルギーの時に違和感があるこの痒いムズムズ感みたいなちょびっとあるんだけど、すごく少ないですね。ただ腕はねもうね打った瞬間から痛い。まあ、ということでただいま4時ですね。ポミ君の向かいます。動物病院着きました。ポミ君ね待ってるからね、お迎え行きましょう。我慢してたの。ポンと帰ってきました。お利口だね。こんな長くチすることないね。大きいお仕事もしていいよポミ。どこ行くの？いいよ行っといで。私スタンバイ。今日いろんなお友達あったんでしょ。そのお友達の匂いが旬じゃないの。この辺でいいでやんちかねって。よかったねポミのね。それポミさんの新しいお薬ね、お薬が一種類増えました。いかがでやんちた。エコーの先生いいね。うわテンション上がってる。嬉しいね。帰ってきたでやんちよなの。はい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 、わかりましたよ。まだするでやんちのよって。いいよ、チキナだけしてください。お利口者だもんね、我慢してんだもん。お父さん追いかけて行っちゃったよ途中ね。途中多分途中じゃない。なにテンション高いね。何ブーブーがいいのか。ショックブーブー行こうブーブー行こうって言ってる。大丈夫もうここは。ここでやんちやって。シートかな。シート敷いてないからね。プタのブーブーここでやんちやって言ってるよ。まだ。私はシート敷いてくれるってプタの。ね。マチュでやんちよ。いい子でやんちね。回ってできるもんね。待て待て、反対行かなくていいよ。お父さんついていかなくていいよ。なんでやんちこねって様子考えてるけど。プタ待ってればいいんだよ、シート終わるの。ねえ待ちきれないでやんちのブーブー乗るの好きだもんね。ブーブーね、はい、乗るの。乗るってあんたのうんこ捨てに行きたいでしょ。はいはいベビーボーイカーボーイ。おやつでやんちゅねみたいな顔してるけど大丈夫かな。違うよ、お父さんうんちしていくんだって。車乗り込みました。おめでとう、お家帰ろうね。ではね、タミちゃん待ってるからね、お家帰りましょう。お家帰ってきました。すごいストーキングしてるけど、めっちゃ匂ってる。そんなに酔わなくてもいいじゃんね。全身くまなくチェックしておりますが、お喉乾いてたね、ボムナね。もっといっぱい飲みな。すごいけどタムちゃん失礼よ。脇の下めっちゃ匂って、なんかね脇の下ね濡れてて、多分なんか塗ってそこからエコー見たのかなどうなのかなと思ってないけど、めっちゃ匂い嗅いでる。あ、タニキもにゃーおい打てるよ。なんかワイ言ってるけど、今度はどこ行くの。あ、タニキも出てきた。タニキただいま。ポミク先生行ってきたんですけど、今日はチェックしないですね。おおお仲良しさえするのいいね、あなた方ね。お父さんはゴミ箱しまった。怒ってる。お父さんです。タムちゃんのお父さんでしょ。分かってるね、あれはお父さんだって。早く帰ってきなさいよ言ってんだ。はいはいはい、うんうん、分かった分かった。そこからも来るんだよね。知ってんなよ、知ってはりますな。お父さんでもガレージから来ると思うよ。見てきて、お迎え行ってきて。お父さんガタガタ玄関開けるから。ほらいないじゃん。
ガレージよ、お父さん。行っといで。こっから来ると思ってんのかな。あっちよ、お父さん。行っといで。はい、ただいま。ほら来たじゃん、お父さん。よかったね。うん、おいでおいで、おいでおいで、おいでおいで。はいはいはい、ポミさん、テンション上がってますけど、もっとお水飲んだ方がいいと思うよ、ポミ。あ、私すごい飲んでるよ。はいはい、サニー君もね。でもご飯の時間までまだですよ。にゃんに。分かった分かった、はいはい。スタンバイされましたけど。はいはい。よし。お、起きた。今5時過ぎですね。すごいタイニーって言ってたよ。まだ匂ってるけど、たまちゃん。まあ、とりあえず少し休憩して、マンゴー切りたかったんだけど、切れなかったから、ちょっとお家のことしようと思います。まだ匂うの？何の匂いするの？いい匂いした？おい、ショーニャンのメメの周りがなんかカピカピでしゅよ。ねねしてたんよ。いい子だったね、たまちゃんね。おろし番してね。すごくいい子よ。大人なったんよよね。んみんなご飯食べましたのでお散歩行ってこようと思います。私はマンゴー切った後今ネイルオフしたんだけど、まあ左腕痛みがね出てくるのが早いですね。耳も痛いの。ワクチン打った瞬間にめちゃくちゃ痛くて、前回はね針入ったの分かんなかったって言ってたと思うんですけど、針も入るのも痛かった。でまあまだ熱発してるような感じもないし、体は元気なんだけど、とりあえずお散歩ね行ってこようと思います。今日どちらまで、お父さん？中間でいいと思います。 OK、 それでは行ってきます。ねえに、旅行行けんでやんちやって。まあでもそれはあった方がいいよね。前リュックに入れたじゃん。お家帰ってきました。もう愛を拭いた。ね、ポミ。最近あそこいんのよ。アーチの中に鳥が入ってくから見てんの、あそこの。まあ、ということで、先にシャワーして、それからね、ご飯にしようから、昨日の残りがあるからね、特に調理必要ないので温めるだけだから、ちょっと中途半端なとこがあるから、それだけ終わらせてシャワーしよう。ね、ポミ。ゆっくりしててね、ポミだね。ダメダメね。それでは人間ね、シャワーしてまいりましたので、ご飯にしようと思います。昨日のね、お肉が余っておりますので、これはこの3倍量ぐらい冷凍しました。で、私は今日はアボカドのお刺身が食べたかったので、お父さんにアボカド切ってもらって、あと昨日作ったトマトスープ、お父さんだけ。私そんなに入れないので、冷凍庫にあった玄米で適当サラダで、ささみと玉ねぎの甘酢あえに、どうしても私知らんとろ食べたかったので、大量に入れました。あとおネギ出したりね、いろいろトッピング出しましたので、とりあえず食べれるのを食べようと思います。それではいただきます。ただいま10時半になります。お父さん寝てませんね、珍しく。でサーニクはあっちにいます。妹さんそっち座ってたんだけど、私そこで横になるからどいてどいてもらって、サーニクそのまま。でポメダはお疲れなのでミキさんです。でタムちゃんはガニガニで遊んでます。まあということで、今日は早く寝ようかなと思っておりますけれども、ちょっと休憩したいなと思うので、とりあえずキッチン片付けて、それからねちょっとそこでゆっくりして、編集できそうだったらしてからベッド行こうと思います。
Thank you, Jimmy. 今日こちらで年々週なの？向こうのね、ソファーでね、横なってましたが、お父さんがこっちでゴロゴロしてて、ちょっとお父さん、サニカ預かってって言ってね、抱っこして、お父さんのお膝にね、乗せたらね、こちら乗って寝始めたようですが、今日も基本的にはOK入ってたかな。ご飯の時間は早めにアピールされておりましたが、お、ダムちゃんが来たけど、向こうのソファーで横になってたんだけど、明日お父さんお仕事お休みだけどね、ゲストルーム入りたかったらね、教えてくださいね。よろしくお願いします。しますね、今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。ぷみぐもおやすみ。ファミ君ちゃんご苦労様でした。エコーの検査。うん、大変だったね。脇の下なんか塗られてるやんちゅうんだよね。この前も聞いたけど、エコーの先生、ママと落とし合ったことないんだよ。どんな先生なの？病院大好きだね、ポメタね。お利口者に検査もするんだよね。すごくいい子なんだもんね、いつもね。すごいね。また一つね、お薬ね、増えましたけど、お利口者飲んでね、少しでも元気に過ごそうね、ポメタ。これだね。頑張ってるね、ポメね。とてもいい子よ。いつもありがとうね。ポメさんごめんね。あんまり興奮しない方がいいから。ね。うん。寝寝しましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやすみー。タムちゃんもおやすみ。お父さん食いついてたんだよね、タムちゃんちょっとね。甘えん坊さんなんだもん。ママにもくっつきに来てたんじゃん。とにかく人にくっついてるのが好きな子で。タムちゃん今日は利己者だったね、お留守番ね。ポミね、出てくときね、一切ね、追いかけることもなくね、あ、いってらっしゃいみたいな顔してね、ここでね、見ておりまして。まあもしかしたらね、眠かっただけなのかもしれないけどね。どうなんだろう。まあそんなにね、朝早くはなかったからね。ご飯食べ終わってね、朝寝の時間だったっていうのはあるけど、でお父さん帰ってきた後もね、ガレージまでお迎えに行かずにですね、あれお父さん帰ってきたのみたいな感じで覗きに行くだけでね、なんだろうね、自分が絶対に行かれないんだっていうのは分かったのかなと思うんだけど、お利口者でしたね。お父さんにもタムちゃん大人になったね、言われてたじゃん。そうよね、私大人だもんね。まあね、ポミ帰ってきた後はね、くまなくチェックしておりまして、まあ、とにかく脇の下がね気になってね、ジェルかな、何かこう滑りを良くするものじゃないかと思うんだけど、水っぽい感じかな。今もうね、サラサラに乾いてるからね、ポミ塗られててね、それがまあとにかく気になって、これ何よこれ何よこの匂いは何よって言ってね、両方の脇の下はもう入念に匂っておりましたね。その他も体中全部匂ってたけど、一番入念に匂ってたのは脇の下。結構長いこと名探偵サムしてまして、ずーっとくっついてた。気になったみたい。先生の匂いがしたの？ごめんな。何してきたのってチェックしたの？優しいね、ダムちゃんね。ありがとうね。ポミ君これからね、先生行く回数増えると思うからね、ダムちゃんのお留守番も増えると思いますけど、よろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、2時過ぎになります。今日はね、早めに休みたいというお話をしておりましたが、いつもと変わらない時間になっているんですけれども、まあですが、私先ほどまでね、ここで寝ておりまして、どのぐらいから1時45分過ぎぐらいかなにね、ハッと目が覚めてね、でお父さんもね、私が寝てるとね、寝てるからね、あっちのそばで寝てたんですけど、まだね、ポミさんもね、寝の前のトイレ連れて行ってなかったので、お父さんにお願いしてね、連れてってもらって歯磨きさんしてもらって、まあ、その後少しお父さんね、ソファ座っておりましたが、ベッドルームね、行きまして、歯磨きしてね、ベッド入ったんじゃないかなと思います。まあ、ということで本日はポミくんのね、エコーの検査と私のですね、2回目のワクチンにね、行ってきたんですけれども、まずはポミくんのお話からさせていただこうかなと思うんですが、私のね、嫌な予感が当たってしまいまして、エコーで見ても分かる大きな変化があると先生からお話がありまして、結果お薬が一つ増えたんですけれども、以前にお話ししたかな、ポミくんの病気 ABCD という4段階あるんだけど、 A は特に問題なし、何もないっていうことですよね。で、 B が心臓の肥大が始まっている。で、 B と C の間がかなり大きな変化なんだけど、心臓の肥大があり、それに伴う症状があるっていうことだったかなと思うんだけど、ポミはですね、ずっとね、 B の段階だったんですが、 C の段階に入ったということで、先生にも心臓のね、肥大はあるけれども、まだ大丈夫だからっていうね、段階は終わったよって言われまして、うっ血性心不全の症状が出ておりまして、気になっていたお咳もそれに伴うものではないかということで、あ、やっぱりそうだったかって思って、ポミの11歳のお誕生日ですね、過ぎたあたりから、なんか変だな、なんか変だなって私思ってて、お咳のこと
もそうなんですけれども、疲れやすいっていうのと、息が急に上がり始める、動きがねかなりねスローになってきてて、まあもちろんね加齢に伴ってね身体は変わっていくから、まあシニア犬だからね動きが遅くなったりとかっていうのもあるかななんて思ってたんですけれども、明らかにね変わったっていうのを感じてて、なんだろうな、何かがポミ君違うなってずっと思ってて、その鬱血性心不全のね症状で肺にね液があるから苦しいんだって思って、ポミはね毎日ねニコニコしててねいつもハッピーなんだけど、かわいそうなことしちゃったなと思って、もっとね私変だなと思ってた時に病院連れていかなきゃいけなかったなって思ったんですけれども、まあどうしてかなっていうのが分かったので、お薬もね処方していただいて、肺に溜まったお水を排出するお薬なんですけれども、最初の2日間は8時間おきにお薬をあげて、それ以降は12時間おきにあげるお薬なんだけど、まあなので明日明後日ちょうど土日だったから良かったなと思ってるんだけど、お父さんがね8時間おきにねしっかりお薬をあげるってね言ってタイマーかけてやってくれるそうなんですが、でそのねお薬の副反応として、もしかしたら腎臓に影響が出るかもしれないから、1週間後21日の金曜日ですねにちょっと検査したいっていうことでね、その検査のですね予約を取ってまいりましたので、また1週間後ねポミ君病院に行くんですけれども、お父さんもかなりねショックを受けておりまして、いよいよこういうステージに入ってきたっていうことでね、サニ君のこともそうですし、まあサニ君今すごく元気なんだけど、サニもゴミもねシニアになってきて、今後もねいろいろなね変化があると思うんですけれども、うまく付き合っていくっていうね土台の上に治療をしていくっていう項目が追加されたと私は思っておりまして、ポミはかなり早い段階で心臓のね肥大が見つかって、それからね9ヶ月おきに検査をして経過を観察しておりましたが、まあ、この段階に入ってきたっていうことで、先生もねエコの検査3ヶ月おきにしましょうねっていうことで、とにかくですねこまめに検査して、そしてねポミ君のことねしっかりと観察して、ちょっとした変化でもね見逃さないようにねしていきたいと思っております。それからね私のワクチンについてなんですけれども、どうかな、元気そうに見えますか、なんか顔は疲れてるかもしれないけど、まずね今日の会場の様子なんですけれども、あまりね写真は撮らなかったんですが、風景はねほとんど一緒だから、まあ、ですが前回に比べてどのぐらいかな、4倍5倍ぐらいね人がいたと思います。まあというのも昨日かな一昨日かなお話しいたしましたが、12歳以上のね子供がですねワクチン接種できるようになって、そして前はね予約のみだけだったんですけれども、ウォークインですね、まあ予約なしでも接種ができるようになっておりまして、私の行った会場もね、まあそれでね人が多かったんじゃないかなと思って、私はファイザー製を接種したんですけれども、 J&J ですねもうやってるよって書いてあったから、 J&J はね2回打つ必要がないから、ウォークインでね行って1回で打って終わりっていうね方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあでもやっぱり大人よりも子供の数が多かったです。ほぼほぼ子供でしたね、親と一緒に来ておりまして、接種がねできるようになったからうちに行きましょうって言ってね、親御さんがねお子さん連れて来られてるんじゃないかなと思ったんですが、そうだな8割9割方ティーンエイジャーだったかなと思います。まあ今日は本当に列できるぐらいね人も多かったので、接種のブースも全部空いておりまして、確かね一つの枠の中に左右で4つか5つぐらいのその接種できるカウンターというのかながあって、それが4つあるから4カウンターだったとしても、シニが8の市販36カウンターフル稼働しておりまして、ウォークインと予約の人の列が違うんだけど、まあ順番に入っていってたかなと思うんですが、私はその前にねナースなのかなドクターなのかなとコンサルテーション必要だったのでしたんですけれども、今日は30分待とうねって言われて、前回の副反応の話をいたしましたら、ちょっとそれは怪しいって言われて、でね終わった後30分ね待機してたんですが、今回の方がね打った直後の変化はあまりなかったんですけれども、前回行った時は本当に会場めちゃくちゃ静かだったんだけど、やっぱりねお子さんが多かったからね結構ガヤガヤしててね賑やかでね、なんか明るい雰囲気だったなって思ったんですが、なんかここでは静かにしてなきゃいけないみたいな感じはなかったので、まあとにかくねどんどんとね接種が進んでるんだなっていうね雰囲気を感じました。それからですね副反応のお話もねさせていただこうかなと思うんですけれども、お散歩ね出る時にも少しお話ししたかなと思うんですけれども、今回はですね注射の針が刺さるのも痛かったんです。前回お話ししたとは思うんですけれども、針が刺さったのも分からなかったって言っていたかなと思うんだけど、ジュバーっとね液が広がってったので、あ注射してるっていうのが分かったんだけど、今回はねもうねストッて来ておっと思って、めっちゃ針刺さった
って、え、前回と全然違うと思って、でそしたら前回は生ぬるいものがジュワーって広がったんだけど、今回はなんか生ぬるい感じはあったんだけど、こうジュワーっと広がるっていうよりかは一点にとどまって、徐々に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 広がってくる感じ。ワクチンが入った瞬間からめっちゃくちゃ痛くって、おおと思って、これ腕前回も痛かったけどすぐ痛くなるなって思ったんですが、打った直後腕の痛みがね出てきたらね、しっかりと回してどんどん動かしてねって言って、でお水もいっぱい飲んでねって言われていたので、待機してる間もね、もう時折こうやってぐる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 回してて、お家帰ってきてからもぐる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 回してるんですけれども、なのでお父さんね痛くて耐えきれなくて無の顔をしてたと思うんですが、私そこまで痛くはないです。もちろんね痛いし重いんだけど、無にならなければ耐えきれないほど痛いっていうわけではないですね。なんか違和感がずっとあるっていう感じ。30分待機の間ね、ちょびっとね鼻の奥まで、アレルギーの時みたいな感じでムズムズする腫れがあったんだけど、前回に比べたらそれも弱くて、あ大丈夫そうだなと思って、ナースに何も言わなくて平気ってお父さんに言われて、大丈夫だからじゃあもう30分終わったし行こっかって言ってね、待機の時間終わってね車に戻ったんですけれども、ですがね1回目よりもだるさが来て、あだるいだるいと思って、もうこうやってね回してお水飲んでっていうのを繰り返しておりまして、でポミ君を迎えに行って、お家に帰る途中にあれって左のね太ももの筋肉がピキピキ言って、あれなんだろうおかしいなと思って、ね、私マッサージしたんですよ。でそれお父さんね気になってたみたいで、その話を後でしたら、そうすごい足ねさすってたからなんだろうと思って言われたんだけど、でその後左足のふくらはぎの筋肉も突っ張ったりとか、お尻も突っ張って、でそしたら耳がね痛くなってきて、でねご飯食べ終わった後ね、この歯も痛くなって、お散歩行く時にお父さんにね耳痛いんだよねって言ってさ、じゃあリンパ腫れてんじゃないって言われて見てもらったら、もうこっちとこっちも比べ物にならないぐらい、もう人相が違うぐらい腫れてってお父さんも正面で見て、え顔パパだよと言われて、今はどうだろう、こうやってカメラで見て左右の違いが分かるかな、あ分かるか、こっちもちっとしてるでしょ、もともと私丸顔だからあれなんだけど、めっちゃパンパンに腫れております。もう全然違うの、こう指が入ってく角度が違うっていうの、もちろんなので左足の付け根もパンパンに腫れておりまして、熱出るかなどうかなと思ってたんだけど、左半分だけめちゃくちゃ熱いんです。で右と左が違う人間みたいな感覚で今、まあ、右側はねめっちゃ元気なんだけど、左側がとにかくだるくって、こうやって息吸ってもなんか左側が苦しいんだよね。こう触るとあったかさが全然違って、でカメラでは分かんないかと思うんだけど、こっちのほっぺた真っ赤っかなんだけど、こっちいつも通りなんですよ。体半分だけ熱が出てるのかどうなのか分かんないんだけど、反応してね、まあ、これがこう徐々にね全身になっていくのかどうなのかも分からないんですが、でねあとね左手の小指なんとなく感覚が変なんです。手がねしびれてビリビリしびれてるのが落ち着いてきて、最後の最後の方にでもなんかちょっと変な感覚残ってるなっていう感じの感覚で、なんかちょっと変だなっていう感じだけなんだけど、手の感覚がなくなるっていう方もね時折いらっしゃるかなと思うんだけど、少し出てるなと思ってるんですが、まあでもね熱出るかなと思っていたからこそ今ねそこまででもないので、まあちょっと 2,3 日様子を見なきゃいけないかなと思ってるんですけれども、前もねワクチン打った時にね熱が出たのはすぐにパッとリンパが腫れて翌日以降に熱が出たと思うので、明日明後日はちょっと要注意かなと思ってるんですけれども、まあですが副反応で熱が出たってねおっしゃってた方、その日の夜にバッと高熱が出たっていうのを聞いてるので、まあですがその打ったワクチンが違ってモデルナ製の方結構多かったんですけれども、その話を聞くのがね、まあとにかく今は寝込んだりするほどではない副反応が出てるかなとは思うんですが、ちょっと編集が厳しくて左手も使うからこう上げてるのができなくて、力がいきなりね抜けてストンって落ちるんだよね。なので今日ね全く編集手つけてないんですけれども、まあ無理せずねそれはやろうかなと思っているんですが、まあねさっきね寝て起きた時は調子いいななんて思ったんですけど、今ねだん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 とね気分が悪くなってまいりまして、前回もねお話しいたしましたが、しっかり休むすごく大事だなと思いまして、やっぱね横になってね休んでる方がねいいなと思いますので、本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。